2016年5月下旬、東京調布市。プロレスラーアキラの朝は早い。早いですよ、もう6時前に起きますからね。まずは朝食を作るのだが、その量は2人前。その理由、子供と一緒に住むようになりましてね、2人暮らしで、ね、4月から皆さんと来るようになります。一緒に。そうなんですよ、まあ分け合って。いやね、いろいろありますわな。アキラは今年の4月より息子コナン君と2人暮らしを始めたのだ。忙しいですか。そうするとやっぱり。いやいや、そんなことないですよ、まあ、そんな、まあ、ちょっと普段の生活がちょっと変わったぐらいで、やることはそんな、ね、前妻との離婚後一人暮らしを続けていたアキラだが、この春よりレスラー、俳優、父親、三足のわらじを履くこととなったのであった。得意料理は何なんですか。得意ですか。カレーが評判いいですね。ルーを使わないで、玉ねぎを炒めて、これですね、ガラムマサラで味付けして。いや、これそんなにギャバンのやつはね、そんな辛くないですよ。スパイシーな感じで、結構好評ですね。できた。起こさないと。起きようか。大丈夫。うん。早くね。早くねえよ、バカ。今日早いんだろう。最近あれですよ、この玄米とか食ってるんですよね。これはね、やっぱ低 GI 値というか、やっぱ調子いいんですよね、体のね、うん、このね、玄米をね、このね、咀嚼して食うという、なんかね、よく噛むことが大事らしいですね。で、これ最近プロテインとかね、やっぱあれ噛まないんで、唾液とうまく混ざんないんで、あんま吸収されないんじゃないかって説があるんですよ、やっぱ噛むことでなんか体の酵素が引き出されて、なんか腸に負担なく健康にこう維持できるみたいな説がありましてね、噛まずくてくれ。またそれ朝食えねえんだ。なんか子供の時は結構朝とかちゃんと食べれました。朝あれですよね、パンとか食ってましたよね、朝パン。昼も給食でパンだったりとかな、そんな世代だよな。だと給食とかも、結構いろんなメニューがあるんですよね。あ、今すごいですよね。全然俺らの頃たちでもあんま美味しくないらしいですよ。なんかよくわかんないけど、いまいちなの。いや、美味しい時はあるけど。何フォローしてんの。気づかなくていいよ、別にそんなとこ。そんな美味しくない。美味しくないよ。お父さんの料理が美味しいですか。俺の料理はどうなの。の方がいい。の方がいいの。さすがだな、よいしょ。水筒持ったね。制服持ったね。はい、なかったら電話ちょうだいよ。
うございます。じゃあね、気をつけて、うん、まあ時間あるからゆっくり、うん、じゃあね、いらっしゃい、うん、さあ、来ましたね。何しよう。コナン君の投稿を見届けた後、洗濯、掃除と一通りの家事を済ませ、朝のトレーニングに向かう。いくつになっても本当にね、あのプロジェクトでいつかこの息が上がらずにこううまくさばけるんじゃないかなと思って、ね、ないですね。いつまで経ってもこの心臓の心拍数との戦いでどんだけ体を持つかなとか、どんだけこう後半でもスピード落ちないでできるかなっていうのがいつもそのねテーマだったりするんですよね。特に小太郎選手の方がね、多分だから追いついていけないとね、みっともない格好見せられないんで、やっとかないとやることは。でも今日はそれプラス水飲むのやめちゃおうかなっていうか、やめないとね、それはそれでまたラブちゃんとの約束事なんでやってみましょう。まあよっぽど体がおかしかったらその時はごめんなさいだけどね、そんな感じでね。今のアキラさんを突き動かしているものっていうのは何ですか？モチベーションとなるというか、頑張れる理由というか。うん、やっぱ息子ですかね。あいつと、あと俺が今までやってきたことが無駄じゃないってことを証明するためにやってやりたいですね。がっかりさせない試合やんなきゃね。喜ばしてやりたい。練習後向かった先は近所のスーパーマーケット。今日はプロレス総合学院の授業があるため、あらかじめコナン君の夕食を作っておかなければならない。その買い出しにアキラは来ていた。したことないですけど、タコライスをちょっと挑戦しようと思って、ちょっと子供喜びそうじゃないですか。買い物する上で気をつけてるのは、気をつけるのやっぱあれね、やっぱ産地ですかね、意外と気にしますね僕は。まあ、やっぱ特にあの自分一人が食うならいいんですけどね、子供に食わせるもんなんで。このスーパーマーケットのカードですよ。あ、これ免許か、ね、え、なんと、ね、4つの店舗それぞれ違う。これ意外とね、いつの間にかたまるんですよね。でお金ない時に助かったりとかしてね。息子さんが来てから、うん、ずーっと夕飯。そうなんですよ。そうなんですよ。よっぽどあのこう地方で試合あるときはお袋に来てもらうとかですけどね。そういうじゃないときはもう、ただ夜遅いときとか、そのときはねもう作ってね、これ食べといてみたいな感じでメモを残して、あのホワイトボードにメモを残して、そんでやっといてもらうんですけどね。まあね。不自由させない程度に何とかしてやらないといけないからね。普段自分が食べてる食事と別で何か気をつけることだったらあるんですか？いや、あのね、付き合わせてますね、なるべく。で僕もね、やっぱあの結構健康オタクなんで、パワーフードとかああいったノリが大好きで、ていうかやっぱね、食い物でね、やっぱね、人間ね変わってきますね、性能がね。そうやっ
ぱ本当ね今よく思うんで、うん、なんかあのだからなんかお惣菜売り場で買ったもんだけなんとか並べとくっていうのはやめたいと思ってるんですよね。コンビニで買ったもんとかね、うん、なんかろくなもんじゃねえ、あんま言っちゃいけないですけど、あんまいいもんじゃねえな気がするんで、これでいいな。じゃあ中学生の食べ盛りだ。そうなんですよ、お料理食っちゃうんですよ。あのこの前もね、肉ね、これ焼いといて焼肉にして食ったよって言って500グラムぐらいね、買っておいておいたんですよね。そしたら全部食われちゃって帰ってきて何もないとかね、本当にもう。好き嫌いとかないんですか？ありますね、子供はね、もうしょうがないですよね。野菜食わなくてね、野菜食え食えって言うんですけどね、全然食わなくて、ね、で最近だからレタスとかその辺キャベツとか食えるようになったとかね言ってるんでね、ちょっとどんどん食わしてやらないとね。食べたくなっちゃいますよね。これね、これだよな。味はちょっとあの、ちょっと子供のために味でちょっと味。あ、これうまいわ。少しだけはにかみながら夕食の仕込みをするアキラ。その姿は我々が見たことのない父親野上アキラだった。夕食の準備も済み、アキラはレッスルワン道場に向かった。若手選手と共に練習に励むアキラ。50を超え、なお進化する肉体は、こうした日々のたゆまぬ努力が作り上げるのである。そんなアキラを陰から支えるのは、同じチームメートの曽谷学だ。いやー、疲れましたね、今日は。いいなー。え、いいね。いや、栄養素取ったね。栄養素、俺も取った方がいいんじゃないの、栄養素。ダメ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 。もうこれで取ったらすぐ吸収しちゃうから体重また増えますよ。腹減ったしさ。だって喉渇いた。喉渇いたのはもうしょうがない。しょうがないよ。だってこれでまた少しの水切りだ、体重増えたらどうするんですか。だってさ、俺ももうさっき汗出なかったもん。ん？汗出なかった、しょんべんも出ない、もう。じゃあしょうがねえな。もうね、出ない。もうこれ以上減らない。という結論じゃダメですか？じゃあこれを、秘密にか。椎茸。干し椎茸。これちょっと口に入れて、うん、これが乾燥して、うん、口のすぐ拾ってくれるんですよ。これだから、まあ、これだって水を吸ってくれる、スポンジみたいに。そういうわけですこれ。食っちゃダメですよ。食わない、噛んじゃダメ。食う、噛んじゃダメ。口の中についてるよ。本当に本当に本当に、はい、そういうことし、そうでも、ちょっと椎茸の味食っちゃダメよ、食うなよ、うん、ずっと言うときゃいいですよ、口。そしたら乾燥してくるじゃないですか。まずいな、これ。で食っちゃダメだって。まずい、気持ち悪い。食っちゃダメだって言うじゃないですか。あれ、椎茸これダメなんじゃない、気持ち悪い。いや、美味しいじゃないですか、椎茸。いや、うん、普通だしにとったら美味しいやつなんだけど、まずいなこれ。ちょっとね、水分出てきた。でしょ、出てきたんだけど、この味がこう、だしが出てきてすげえ気持ち悪い。いいよ、口に入れていけばいいの。ああ、うん、ああ、おい、水分嫌いになりそう。いや、もういいじゃないですか。ベルトを取るために椎茸から嫌いになりゃいいんですよ、うん、こんなん嫌いになったっていいんですよ。ベルト取れれば、これいいじゃないですか、うん、これね、だいぶもう、唾が出てきたよ。もう形が治ってきたかもしれない。そうですか。うん、うん、でも、すぐそれ、うん、だいぶ出た。え、だいぶ、ここも見て、ほら、ほら、戻った、戻った。汚ねえな、しかし汚ねえな逆に水飲んだ方がいいらしいですけどね。いや、水飲んだ方がいいんじゃねえかよ。俺、すげえ我慢してるよ、お前。いや、飲むよ、ほら、今日暑いのに水飲んだら増えちゃうじゃないですか。うん、いや、だけどさ、なんでダメですよ。ダメなのか。ダメダメ、ほんと。
朝ご飯食べたっけ、何も食べてない。朝ご飯食べたっけ、ずっと今、まあ、時間まで食べてないんで。いやいや、ちょっとおかしいでしょ、その話。うん、ご飯食べた。ダメです、なんでご飯食べてんだよ。バカ野郎。何でもしっかりだ、ほら。大丈夫、今日は、もう今日は食べないから。お昼ご飯食べてないから。え、ね、お昼ご飯食べてないから。いや、お昼ご飯食べてないから、そういうことじゃないやろ。大丈夫。朝ご飯食ってたら意味ないんだよ、もう。分かった。食わないって約束でしょ。よし。減らないんだから、野上さん。もう減らすとこないじゃないですか、もう。分かった、うん。やってやる、大丈夫だ。もう食わないから。本当、減らなかった場合は、もう耳を削ぎ落として、鼻を削ぎ落として、髪の毛全部丸刈りしますからね。ああ、でも、チンポコだけは取っといてくれ。それはまあ、男の大事なところですからね。ありがとう。こういうふうに我々の前ではアキラにむちゃくちゃなことを強いるソヤだが、その裏で共に戦うアキラを心から信頼しリスペクトしているのである。そんなアキラを支えてくれるニューワイルドオーダーについて本音を語った。ソヤって男であったり、熊五郎であったり、笠井さんであったり、非常に気持ちいいやつらばっかなんで、どっか、会社のそう表向きだけというのが、まあ、そのプロレスのチームだったりするんだけども、あいつが言うならやってやってもいいなとか、なんか結構素直に信じられる人間だったりするんで、そこがやってて嬉しいなと思ってます。練習後、アキラはデスクワークに就く。今日のプロレス総合学院のメニューを考えていた。ちゃんと動いて飲みないとどこがダメとかいうのがね、イメージできなかったりするんですけどね。怪我させないでうまくやっていきたいですよね。あ、結構有望な方っていうか、いいなって思えるやつ多いですよね。気持ち的にはみんな本当いいやつらばかりなんですけどね。ただやっぱその何だろう、出来上がるまでの時間の差っていうのはそれぞれありますよね。それを一律に全部っていうのはわけにはなかなかいかないと思うんですけど、今日何できるかな。夜7時プロレス総合学院授業開始。アキラの授業ではプロレスの技術だけではなく、俳優業の経験も生かした個性的な練習もしている。本当に飲み込みの早い子が非常に多くて、今回進行が非常にスムーズですね。あと、本当に楽しみな連中ばっかなんで、絶対何らかの形では、デビューしてもらいたいなと思うんですけどね。まあ、怪我なく何となくうまく導ければなと思います。はい、じゃあ、あとは、はい、そうですね、家帰ってあいつの顔見てやんないと。今日のちょっと報告があるのかな、もう寝ちゃってるかもしれないけど。午後10時、すべての業務を終え帰宅。自宅ではコナン君が待っていた。家事、練習、授業、そして減量。過酷で多忙な生活を送るアキラが唯一安らげる時間だ。一杯しか食わなかった。食わなかった。まずかった。いや。普通。そのお腹減ってなかった。友達と会話したのか。してない。
早く帰ってきちゃったからさ、うん、どうしたつまんねえから、なんかドンキ行ってたの、あった、うん、あの小学校の時のさ、うん、友達いた、バスケのさ、うんうん、コーチに会った、あ、ほんとだ、働いてたなんかさ、え、働いてたの、うん、やらしいもん買ってたのかなと。ないけど。そうかもしれない。長い一日が終わろうとしている。アキラに聞いた。あなたにとってプロレスとは？なんなんですかね。ちっとも美味しい思いした覚えなくてね。なのにやってんすよ。なんだろうな。もうだから自分が唯一。なんか可能性であったり、あるいはなんかここにいるんだぞみたいなことができるフィールドなのかな、うん、それをやらせてもらえてるっていうのは幸せですけどね、うん、でも、うん、やるからにはなんかちゃんと残していかないと寂しいよね、ね、そんな感じで日々悩みながら頑張ってますって感じですね。6月4日、うん、強敵です、うん、でもだからこそやりがいがあるんで、まあ、なんかちょっとあの子のためにも頑張ります、はい、応援してくれるファン、仲間、そして息子に男の生き様を見せるため、たとえ世界最強の王者が相手だろうと負けるわけにはいかない。プロレスラーアキラ、キャリア30年を超えた50歳の夏、人生最大の挑戦が始まる。